はい、道山です。本日は定期テスト前日の過ごし方、点数アップする勉強法という話をしていきます。私はもともと公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして、年間3000組ぐらいの親子のサポートをしております。まあ、小学生、中学生、高校生、ぐらいのね、年齢の子たちの成績アップをサポートしているんですが、やっぱりですね、よくある質問の一つに、前日ってどんな過ごし方すればいいんですかとか、あと前日ってどういった勉強をすれば直前で成績上げることできますか、そんな相談結構たくさん来ます。で、そんな子たちに私が普段どんなサポートをしているのかっていうね、お話をしていければと思います。で、この内容をしっかり実践していただければ、本当にですね、直前で何も勉強していないって状態でも、1日前日の勉強だけで、ある程度ね、点数取ることできます。またね、これまでコツコツ勉強してきた場合、さらにいい点数取ることができると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。まずですね、最初に、やばい、何もしてない、と思った時にやるべきこと、ということで、もしね、この動画を見ているあなたが、やばい、何もしてない、と思ったら、まずですね、焦る必要はありません。なぜなら、今からでもやれることがいくつかあるからですね。これをまずはコツコツやっていくことで、最低限取るべき点数が取れるようになります。で、これ何かというと、二つあってですね、一つが課題を終わらせるってことです。もう一つが教科書の音読。この二つをとにかく徹底することが大事です。もうね、やばい、何もしてないと思ったってことは、おそらく今まで、テストまでのね、間何も勉強してない子だと思うんですね。で、この場合、まずね、課題が終わってるかをチェックしてみてください。そもそも課題すら終わっていなかったら、これね、提出しないと本当に平常点がね、下がっちゃうんですね。とか、あとは、課題をなかなか出さない子っていうのは、推薦とかね、もらいにくくなっちゃいます。まあ、これはね、中学生でも高校生でも同じですので、まずは絶対課題を終わらせるっていうことをね、目標に決めて、答えを移してでもいいので終わらせるようにしてください。あと、もしね、課題終わっていたとしたら、最後直前でね、何か一つだけやるべきこと何かなって言われたら、やっぱ教科書の音読、これが僕は一番おすすめですね。教科書の音読をとにかく、まあ直前なのでね、あまりたくさんはできないかもしれませんが、1、2回ね、こう繰り返し読むだけで、ある程度内容って頭に入るんですね。で、その状態でテスト受けるだけで、だいぶ、点数変わってくると思いますので、もう何もやってなかったら、まずはこの2つに徹底してみてください。で、次に過ごし方のポイントです。で、一つ目、睡眠時間は何時間ですかっていうね、内容です。よくね、これも直前、前日って何時間寝ればいいですかって結構ね、相談来るんですけど、これもですね、大事な考え方が二つあります。一つが、もしあなたが徹夜をする場合、もう徹夜しようと決めている場合は、3時間。3時間は絶対寝るようにしてください。これなぜなら、3時間よりも睡眠時間短くしてしまうと、本当にですね、テスト当日の集中力が下がっちゃうんですね。そうすると逆に点数が悪くなっちゃうので、もし徹夜してがっつり勉強したいって場合は、最低は3時間寝るようにしてください。で、もね、余裕がある場合、これは今までコツコツね、こう勉強しっかりしてきて、でも余裕があるよって場合は、無理に睡眠時間削る必要ありません。しっかり7時間ぐらい寝て、当日最高の状態でテストを受けた方が点数は上がります。まあ、なのでね、3時間から7時間の範囲で、自分なりに調整をしてみてください。次に過ごし方のポイント二つ目ということで、食事は何を食べればいいですかっていう内容ですね。これもね、結構気になる子が多いです。まあ、直前のね、前日に変なものを食べると、やっぱりね、当日の体調悪くなっちゃうので、この辺ちょっと注意していただきたいです。で、具体的に僕が、気をつけてほしいと思うのは二つ。まず、基本的には好きなもので OK です。っていうのは、無理にね、例えば普段ずっと、なんかじゃあ、ハンバーグとかカレーとかこういった肉を食べているのに、前日だけなんかね、肉とかをやめて野菜中心にしようとかすると、なんかね、余計エネルギーが出なくなっちゃったりとか、そういったことが起こりますので、基本的には好きなものを食べていただければ OK です。ただ一点だけ気をつけるとしたら、胃にもたれないもの、これはね、ちょっと考えておいた方がいいかなと思います。やっぱりね、
胃がもたれるもの、例えば、僕がよくやってしまいがちなのがニンニクですね。ニンニク、例えばニンニクのホイル揚げとかね、これすごく美味しいんですけど、こういうのを食べ過ぎてしまうと、やっぱりニンニクってすごく胃にね負担がかかるので、当日の朝なんか胃がムカムカするってことがよくあります。あとね、唐揚げとかこういった油物もたくさん食べ過ぎると結構胃がもたれちゃうので、まあ、この辺はねちょっと、胃が弱い子は気をつけるといいかと思います。まあ、それ以外はね好きなもの食べていただければいいかと思います。で、じゃあ具体的に勉強方法です。定期テスト前日ってどんな勉強をしたらいいかって話なんですけど、これはですね、国語、英語編にちょっとまずお話ししていきたいと思います。で、国語、英語、この2教科の場合、基本的に前日にやるべきことは、まあ、主に2つ、余裕があった場合は3つ、ここに絞っていくことが大事です。で、まずその二つって何かというと、英単語と漢字の復習ですね。英語の場合は英単語の復習。漢字の場合は、国語の場合は漢字の復習。これは絶対やっといてください。このね、英単語と漢字っていうのは丸暗記するものなので、やっぱ忘れやすいんですね。なので、前日にもう一回ね、一通り復習しておくだけで、当日の点数、おそらく、例えばね、10点満点だとしたら、何もやらなかったら5点。でも当日、前日にね、ちょこっとやるだけで8点ぐらいには上がると思うので、必ずね、これやるようにしてください。で、あと、教科書の音読。これ、英語も国語もそうなんですが、教科書の文章がね、結構そのままテストに出る学校多いです。こういった場合、教科書の音読、最後に一回やっとくだけで、当日ね、テストの文章、スラスラ読めるようになるので、これは絶対やってください。で、あと、まあ、余裕があったら、なんかね、小テストとか、あと、学校の問題集の答え、この辺をね、ちゃちゃっと暗記、もう一回復習しておくと、なお良いです。次に、数学、社会、理科編ですね。この3教科については何をやっていったらいいのかというと、これもね、大事なのは、一つ、これは一つだけね、大事な勉強があります。何かというと、もう一回ですね、テスト範囲の問題集を一通り解き直すっていうことです。でね、この数学、社会、理科というのは、まあ、問題集、学校の問題集をこう繰り返してね、勉強していくことで点数を上げる教科です。で、まあね、今の時点でしっかり勉強していたとしても、もう一回最後にね、一通り解き直すだけで点数って本当に、各教科10点から20点ぐらい平気で上がります。まあ、なのでね、もう一度、解き直すようにしてください。この時に、全部ね、書きながら解いていくと時間がかかっちゃうので、本当に赤下敷きで隠してね、パパって口に出して復習する程度で全然大丈夫です。あと、一番大事なことは計画的に勉強を進めることということで、もしね、今まで計画的に進めてきていて、最後どうするかっていう気持ちでね、あなたがこの動画を見ていたら、素晴らしいです。引き続きね、その通りやっていただければ、上がると思います。ただ、もしね、何もやってない状態で、焦ってね、この動画を見てたとしたら、ぜひね、次回からは、もう少し計画的にね、進めていくと、本当に焦らずね、定期テストの対策ができると思います。まあ、なのでね、できれば2、3週間前ぐらいから始めていくと、いいかなと思います。まあ、中学生の場合は、基本は2週間前。で、ちょっとね、気合い入れたい場合は3週間ぐらい前からやっていくといいです。高校生の場合は、まあ、基本は3週間前からですね、やっていくと、テスト範囲の内容は、まあ、余裕を持って終わらせることができると思うので、ぜひこのあたり参考にしてみてください。あと、さらに詳しい説明はホームページでということで、まあ、今回動画ですのでね、特にポイントだけお伝えしております。さらに詳しい説明は僕のホームページの方にまとめてあります。この動画のね、下のところに、URL 貼っておきますので、よかったらホームページも参考にしてみてください。あと、成績アップ無料講座ということで、私は現在ですね、中学生、高校生、小学生、と、その保護者の方向けに、短期間で爆発的に成績を上げるための、ポイントなどをね、すべて無料で解説した、成績アップ無料講座というものを行っております。この動画のね、右上から詳細確認できますので、よかったらこちらもね、参考にしていただけると嬉しく思います。あと、チャンネル登録やグッドボタンなども押していただけると、大変励みになります。